各球団の2024年主な記録達成候補がこちら。中日中島352塁打まであと1、広島秋山302塁打まであと5、横浜宮崎150本塁打まであと1、牧100本塁打まであと4、巨人なし、ヤクルト山田300本塁打まであと4、阪神チーム通算8500本塁打まであと7、岩崎500試合登板まであと1、ソフトバンク山川250本塁打まであと1、近藤100本塁打まであと3、今宮100本塁打まであと3、又吉500試合登板まであと1、西武源田1000試合出場まであと1、栗山3000塁打まであと3、楽天浅村300本塁打まであと3、日ハムなし、ロッテなし、オリックス平野250セーブまであと1、700試合登板まであと3。平野はさすがに来年に持ち越しやろ。岡田とかの引退試合で決めてくれたら大号泣するわ。正直やってほしい気持ちはある。今シーズン達成すると期待していただけに頑張ってほしいな。中島の二塁打記録はずっと表示されてんな。一本打って中日去ってくれ。西武勢多いな。今シーズン達成できてそれで中日で引退だな。これですっきりできるやろ。中地はあと1軍で出番はどれくらいあるのだろうか。戦力外決定で出場機会は与えたくないと思うけど、タッツならまた代打中島やりそう。源太も達成できるじゃん。牧4年目で近藤に並んでいるってすごくね。近藤も最近本塁打出るようになったけどさ、阪神は佐藤輝あたり決めてほしいな。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。